FM Naha. Your radio station. はい、どうも皆さんこんばんは。マッキーのドッカンレディエの時間がやってまいりました。さあ今ね、ちょうどねあの新十助さんのライブが、行われてて、さっき今終わったばっかりでね、ですよね。すげえお客さんがたくさん集まってて盛り上がってましたね。僕もちょっとねチラチラ見ながら面白いトークを聞いておりました。さあ本日もねサテライト側から放送となります。さあ、あのね、もうツイキャスを、あ、どうもお疲れ様です。もしよかったら見ていってくださいさあ、ね、早速、本日もゲストさんに来ていただいております。ゲストさんどうぞ。はい、どうも奥間雄一です。よろしくお願いします。イエーイ、奥間雄一くん待ってましたよ。お久しぶりって感じですね。本当に お久しぶりっすね。いや、だいぶですよ。もう1年半ぐらいですかね。あ、そんななりますかいや、だいたい半年ぐらいですかね、実際はこの番組自体が1年半ぐらいなんでそう最初期のことになっちゃいますね。そう、はいはい、いや、もう今日はね、まあもう早速なんで全員今のうちに自己紹介だけしておこうかな。お、じゃあそうしましょうか。はいはいはい、はい、それでは皆さんはじめまして、きなこです。よろしくお願いします。イエーイ、よいしょ。プチハーレムしてますなんすかプチハーレムって。プチだよね、ここちゃん ね。で、そのまま自己紹介どうぞイケメンに囲まれてるはい、どうもこんばんは、ココです。はい、ココさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あれ、確か2週間前に来てましたよね。そうですね、2週間ぶりですね。あの、アイカツ選手権でね。アイカツ選手権惜しくも2位。惜しくも2位ですね、ペイトリさんに負けまして。うん、ペイトリさん、もしね、今ラジオ聞いてたら来てください結構無茶ぶりだけどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、本日はですね、まあもちろん今日4人が集まっ3人に集まっていただいてるんですけれども、ちょっと今日はドッカンラジオの歌うま選手権です。イエイ、イエーイ、イエイ、歌うま選手権です。イエーイ、イエーイ、待ってました。すげえリバーブかかってた。歌うま選手権です。多くない、多くない欲しがりですね。さあ、ということで今日はあのね、皆さんあの予選を勝ち抜いてきた3名ということで、すごいね、今日決勝戦ですよ。いや、気がついたら決勝でしたね。ねえ、確かに予選いつやったんですかね。うん、トーナメントにすら入ってなかったきなこが今日来てるんですけども夢だったじゃん。だから夢を今日掴みましょう。あ、そうしましょう。あの、優勝した方には、はい、あのイベントの告知券をプレゼントいたします。イエイ、よっしゃー、やったぜ、よっしゃー。さあね、ココツさんはどうでした。はい、予選の方。予選ですか、うん、予選はそうですね、総勢応募数が1億人いた中の今日は3名ですからね。はい、そうですね、なので、うん、めっちゃ厳しかったですね準決勝とかやばかったんじゃないですか。はい、やばかったです。もう負けるかと思いましたもん。うん、負けてましたよ、うん、負けてましたそうなんですかでも準決勝の人がちょっとお腹が痛いっていうことで、はい、結局繰り上がりで、はい、あ、そうだったんですね。ココさんの勝ちっていうことで、ココの呪いが通じたんですねちなみにこのストーリーは皆さん、リスナーの皆さん、ノンフィクションですからね。はい、あ、違う、フィクションですからフィクションのまま進めていきます、本日は。さあ、ということでツイキャスをね、もしご覧になってる皆様がね、いらっしゃったら、ぜひツイキャスの方でもコメントとかもね、お待ちしておりますので、ぜひぜひツイキャスの方でもよろしくお願いいたします。さあ、本日はちょっとね、4月10日ということで、キンキキッズの堂本剛さんの本日お誕生日なんですよ。おー、はい、そうなんですね。で、僕と奥間くん、はい、奥間雄一さんは
ちょうどキンキキッズが好きということで、そうですね、今日も向かいながら、うん、堂本剛さんのソロ曲聴いてきましたね、はい、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございますっていうか個人的に聴いてただけなんですけどああなるほど。なのであのね、せっかくなんで2人でキンキキッズさんの楽曲を歌えたらなと思って。なるほど、よかったら歌えませんか。どうしようかな。どうしますか。どうしようかな。いや、ぜひやらせていただきましょう。さあ、じゃあちょっと音源の方を流していただくことって可能でしょうか。はい、大丈夫です。じゃあよろしくお願いいたします、はい、さあ音源の方を失礼します。きなこちゃんのマイクでちょっと拾っ、あ、この状態でもいけますね。拾ってるかな。うん、だいぶ拾えてます。これでいいぐらいですね。さすが音量をマックスにしてるだけあるね。あ、なんか変なこと考えてる。じゃあそれでは、聞いてください。僕と奥間雄一さんで KinKiKids 愛の塊。ここでライブ映像だとすげえマッチョの人がピアノ弾いてるんですよ。ちゃんと見てるんですね。そうです。心配性すぎなあなたは電車に乗せるの嫌がる。まるでか弱い女の子みたいでなんだか嬉しいの。あなたと同じ香水を街の中で感じるとね、一瞬で太陽よみがえるからついて行きたくなっちゃうの。教えたいもの見せたいものたくさんありすぎるのよ。言葉や仕草はあなただけのためにあるから、思い切り抱き寄せられると心あなたでよかったと歌うの。クリスマスなんていらないくらい日々が愛の塊、明日の朝も愛し合うよね。さあ、僕と奥間雄一さんで KinKiKids 愛の塊でした。イエイ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ちょっと緊張しましたね。いや、だいぶ緊張しました。でもぶっちゃけ僕らリハーサルしてないですよね。いや、まあここまでできたらまあいいんじゃないかって。いいんじゃないかなとね。うん、すごいです。よかったよかった。いや、悔いが残るのは、うん、ちゃんとハモリのやつ打ち合わせしてくれた。まあ次回 ね、 そうですね、次回それできたらいいかなと思っております。さあ、ということで本日のテーマは、ドッカンレディオ歌うま選手権です。よっしゃ。じゃあね、せっかくなんで皆さんにもう一度ゲスト紹介よろしくお願いいたします。はい、では本日、トップバッター務めさせていただきます、奥間雄一です。よろしくお願いします。そして、はい、私は沖縄で女児系 2.5 次元アーティストをやってます、きなのきなこです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして特に何も前振りはないんですけど、ここです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、さあ、このね、メンバー、なんだろう、バランス、非常にバランスが取れたメンバーですね。結構引っ張り合ってる状態ですよね。ね、本当に状態ですよ、ね、いい感じで個性がいい感じに、もう本当に個性が強すぎるぐらいの切れないか、ちぎれないか、ちぎれるかっていうと、けどギリギリラインを今保ってますからね。これが皮一枚ってやつですかね。今にも破れそうだけどね。まあ、そう、ね、今日決勝戦ということで、今日の、皆さん、リスナーの皆さんもよかったら一緒にね、誰が一体このメンバーの中で優勝するのかっていうのもお考えください。よろしくお願いいたします。お願いします。で、このね、歌うま選手権、お一人様一曲ずつ歌っていただいて、はい、審査基準が、声量、しゃくり、
ビブラート、音程、うん、もう精密なね、なんかすごい精密ホニャララみたいな感じですね、うんうん、僕がはい、それをあの審査をしますので、機械ではなく人が、はい、機械じゃ超えられないっていう壁を僕が見せてあげましょう、うん、スカウター越しに、スカウター越しに、はい、スカウター知ってんの？知ってますよ、マジで？はい、いやスカウターって言ったら知ってますよね。いやもう大体みんな知ってるんじゃないですか、はいはい、スカウターは見せてるね、持ってきたココちゃんに、うん、大丈夫ですか、きなこちゃんがつけて、え、きなこがつけちゃうの、はいはい、女サイヤ人ですよ、はい、実は先週、ね、口についてる口についてる高さが先週きょんちゃんがゲストではいはい、あのスカウター装着して、うんうん、そうなんですか、そうそう、トークなさってましたよ、この状態で、そう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 、すごい、でボタン押してみて、どこですかボタン、そうそう、左指のこっち、そうそう、押してみて、すげえ地味な音が鳴った、そうそう、ちゃんと戦闘力が測れるっていうね、お、聞こえる、僕の戦闘力測ったんですか、100万ですそんなバカな、すごい、いやいや、キーをちゃんと押さえてくださいよ、100万、あ、なんやばいな、バレちゃうバレちゃう、危ない危ないさあ、ということでこの3名の方で、はい、やりたいと思います、ちょっと一旦 CM の方を聞いてください。 78.0 FM ナハ、はい、ちょっと今 CM 中にココさんが何か言ってたんですけど、今聞きましょうか。あの歌は、はい、歌うだけでいいんですか、あの踊ったり振り付けとかも必要、あ、踊ってもいいっすよ、もちろんもちろん、僕がその時カメラも持ちますんで、あ、そうなんですね、うんうん、あの前回もほら、はい、ココさん、ね、踊っていただいて、はい、すげえ大好評で、はい、そうですね、めっちゃ大好評でした、うん、で、はい、今ちょっと、はい、なんと奥間雄一くんが、はい、持ってきた CD なんですけど、はい、読み取れないっていう、マジかマジか、わかりました、じゃあですね、はい、いやあのちょっとですね、はい、なんかそんな予感はしていたんですよ予感してたんですか、なんかね、僕結構そういうのを呼び寄せちゃうタイプなんですけど、うんうん、ね、本当につい3日前にできた新曲があるんですよ、はい、アカペラの、アカペラなんすか、もうだからこんなことがあるんじゃないかなと本当に思ってたんですよ、マジでわざとじゃないですよ、自演じゃなくて、うんうん、本当になんか最近アカペラで1曲ぐらい作りたいなと思ってて、はいはいはい、たまたまそれが本当につい3日前、うん、日曜日ぐらいですか、うんうん、にできたばっかりなんですよ、これ打ち合わせしてるみたいなで皆さん聞こえるかもしれないけどガチですからね、いやで、しかもあれです、最近一応、うん、一旦メロディーとか歌詞とかできた状態で、はい、撮って今自分で覚えてる途中なんですね、うんうん、だけどもうこうなった以上ここで初出しするしかないかなっていうところでここで初出ししちゃう、はい、実はですね、はい、あの YouTube で、あ、いいですか、これ、いいですよ、いいですよ、これは言っちゃっていいですか、はい、YouTube で本日からですね、あの奥間雄一で検索すると、うん、出てくるようにしたんですね、今日から、あ、今日から今日から、準備できてますね、もう偶然ね、本当に今びっくりしましたけど、はいはいはい、なので、ちょっとやりましょうか、やりましょう、ちょっと歌詞チラ見しますけど YouTube の人申し訳ないですけど、うん、今日のやつも YouTube には残るので、はいはい、めっちゃ歌詞見てるのを見られるのはちょっと恥ずかしいですけど、うん、まあね、大丈夫ですよ、もうあの本当にもう魂をかけてください、もうそれしかないですね歌詞を見てないような表情で歌いますよ、はいはい、歌詞を見てない OK です、じゃあ奥間雄一くん準備の方はよろしいでしょうか、はい、曲名生きていこうっていう曲なんですけれども、これ本当にトラックも何も作らずギターも弾かず本当にメロディーと歌詞だけ感覚で作ったような曲なんですが、ぜひあの聴いていただければなと思います、よろしくお願いします、じゃあそのままどうぞ、はい、できたら
よかったそんなことは今さら手にしても意味はないよとそう言い笑うあなたは寂しげでなのに背中はぬくもり背負っていびつだけど綺麗に見えた苦しいんだよ楽しいんだよ同時に起こる矛盾たちと私はどこにいても辛いことよ嬉しいことよ先が見えない明日があってもみんな一緒に生きてゆこう2番いきますまだまだ子供そんなことは今さら気づいても意味はないよとそうして笑う私は怖がりでだけど前には光が差して秘密だけど綺麗に見えた助けてよ助けたいんだよ同時に起こる矛盾たちと私はどこにいても怖い人よ優しい人よ先が見えない明日があってもみんな一緒に生きてゆこう苦しいんだよ楽しいんだよ同時に起こる矛盾たちと私はどこにいても辛いことよ嬉しいことよ先が見えない明日があってもみんな一緒に助けてよ助けたいんだよ同時に起こる矛盾たちと私はどこにいても怖い人よ優しい人よ先が見えない明日があってもみんな一緒に生きてゆこうみんな一緒に生きてゆこうっていう感じでございます。ありがとうございます。いやもう感動して泣いてます僕、うん、全然涙流れてない。もうね感動です。みんな聞き入ってたよね。はい、感動して手汗がすごいっすあの奥間くんが今歌ってる間お外で女性二人がずっと手振ってたんだけど、はい、いや一応こうやってたんですけど歌詞から目離したら絶対飛ぶと思ってお友達ですか。いや初めてお会いしました。そうなんですね、はい、じゃあこれをきっかけにね、うん、そうですかね、うん、ちゃんと目合わせればよかったですね目を合わせるかあの、ね、外に目を向けるかの瀬戸際でしたね、うん、これしかしてなかったです死闘死闘ね死闘いやまあでもこれあの採点基準でいうと100点満点のうちの今の楽曲は98点です。おおマジですごい。カラオケ全然じゃないのにこれはねしゃくりがすごかった。しゃくってました。しゃくってたなるほど。あの 2番に入るまでのこの間のしゃくりがすごくてで終わり際のビブラートもすげえ伸びててよかったんじゃないかな。 ありがとうございます。思いますね。うわ普通に点数取れる嬉しいさあで今ねツイキャスをご覧ツイキャスは今5人見てますね、うんうん、一瞬でも30までいってたんかトータルで。すごい、すごい。皆さんコメントあの
コメントどうしようかなってちょっと悩んでる方、コメントお待ちしておりますんで、待ってます。今すげえインスタ映えしてるようなツイキャス画面になっておりますのでね、よかったら。そうそうそう、あ、まさにあの今、あーなるほどなるほど、そうそうそう、今、あ、斜めに増えたよ。もっと見て、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 すげえいい声してる、ありがとうございます。さあ、じゃあちょっと一旦 CM の方を挟んで、いちごちゃんじゃない、きなこちゃんね、はい、きなこちゃんに歌っていただきましょう。はい、じゃあちょっと一旦 CM 行きたいと思います。 78.0 FM 那覇。いやー、もう CM の方も僕らトークすげー盛り上がってて、うん、よかったっすね。そうっすね、はい、リスナーのみんなにはね聞かせれないようなちょっとね灰色なトークを灰色灰色、グレーな、グレーな、限りなくグレーなトークを僕ら今してたんですけれども、はい、さあ続いて歌うのは、はい、私きなのきなこが歌わせていただきます。やっほーい。緊張とかなさってます？いや、緊張は程よく5ミリ程度にしております。5ミリ5ミリしかしてないの？おー、嘘です。だいぶあのご飯が3杯ぐらいしか食べれないぐらいの、うん、緊張はしてます。1日3食ぐらいしか食べれなかったんですけど。普通普通普通です。それ健全ですよ。あ、本当ですか、よかった、うん、あ、コメント来てますよ。イエーイイエーイ。ヒロピンさん、お、お知り合いですか？はい、お知り合いです。ヒロピンさん、ありがとうね。ありがとうございます。で、ちょっとあの、ゆう、もしかして、はい、ちょっと顔色悪いけど、はい、血糖値足りてる今？え、血糖値今、今今、うん、ちょっと足りてないかも。足りてないよね。あ、待って、じゃ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 、コカ・コーラー。これ今飲んでから歌ってもらおう。あ、本当ですか、うん、素晴らしい。ちょっとコカ・コーラの方を渡しますんで。はいはいはい、素晴らしい用意ですね。じゃあちょっとコーラ飲んでもらおうか、うん、コーラ。それでは皆様、音フェチの皆様、それではいきます、うん、さあ、おー、うまそうな秋田でフレッシュコカ・コーラ。さあ、コーラを飲んでおります。これ大丈夫かな、歌、ゲップとか大丈夫なのかな、気になるな。半分飲みました。すごい。あの、ゲップとか出ないタイプなんですか？そうなんです、私出なくて、うん、そうなんです、私出なくて。なんかちょっといやらしいね。コーラが出ないの、コーラが出ないの、コーラが出ない、コーラが出ないの。それは前提でいきましょう。あ、みこっちゃん、コーラって来てますよ。あ、ありがとうございます。で、日課ポッカさん、一気飲み、一気飲み、よし、任せておけ。半分までいったからね、血糖値上がりすぎないようにね。さあ、今ラジオで伝わりにくいことをしてっけど、さあ、おう、うん、コーラをどんどん飲んでる。髪の色もちょっとコカ・コーラに近いぞ。本当に飲んでんぞ。これはやばい、あのすごいですね。なんかすげえいやらしく聞こえたけど、なんでだろう。胃にいっぱい溜まりますね、これ。二人差し支えないから大丈夫？あの、スカートが食い込んでるんですよ、ちょっとコカ・コーラで。スカートが食い込んでる。あ、スカートの。あ、スカートが。多分大丈夫です。多分大丈夫。じゃあ、あの、何を今回は歌っていただけるんですかね？はい、あのですね。はい。中森明菜さんってわかりますか？あ、知ってますよ。すごい、胃がすごい。待って。やばいんです。皆さん、わかりますか？いやわ、ま、わかるよ。あの、一気飲みしたらお腹こんなパンパンになるんですね。炭酸入ってるから余計に。しかもあの、開けたてなんで。やばいです、思った以上に。大丈夫、アキラちゃんも多分本番前コーラ飲んでるかもしれない。本当ですか？ちょうどいいぐらいの声が。ちょっとね、あの、やばいかもしれないです。もしかしたら。大丈夫ですか？はい、あの、あ、幻の焼き見習いタクトさん、お邪魔しますと。誰だ、タクトさん。 あ、幻の焼き鳥さんですね。あ、なるほどね、
孫悟ドラゴンボール好きなやつかな。さあ大丈夫。一瞬うーってなりました。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、いきます、きなこいきます。飲む飲まないです。多分座って飲んだからダメだったのかな。ちゃんと次は立ってから飲みます。はい、オッケー。じゃあ、はい、それでは、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。イエーイ。いやー、聞き入ってましたね。本当かな。素晴らしいですね。なんか書いてましたけどね。なんか書いてましたけどね。なんか書いてましたけどね。いやでも、被り物も知ったの。そうそう、あのでも本人かと思った。嬉しい。アキナと思った。アキナかと思った。残念ながらきなこなんです、すいません。コーラ残ってるけど大丈夫。飲んじゃう。おお、やめとこ。ちょっとやめとこ。次までに鍛えておきます。あとメッセージいっぱい来てたよ。はぁ、はぁ、どっこい、嬉しい、アキナ大好き、ありがとうございます、ザーボンさん、ドドリアさん、行きますよ、オラのことか。はぁ、どっこい、パチ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 、やったね、みんなありがとうございました。イエーイ。いやー、これはね、非常に採点がね、難しかったですね。芸術点が100点、ビブラートが 96.8、 しゃくりが99点、あら、声量が100点、あら、トータルで98点です。やったー、みんなのおかげで98点だよ、ありがとう。っていうボイスありそうですね。ありそう、ありそう。これ使えるんじゃね。もう一回言ってみて。もう一回、オッケーです。いきまーす。みんなのおかげで98点、ありがとう、イエーイ。素晴らしいってコメントが来てますよ。ありがとうございます。いい声してます。声優じゃないですよね。あ、一応声優目指して頑張ってます。あー、あー、どう、だからやっぱアニソンの、はい、すげえいいね。ありがとうございます。あのドラゴンボールのタオパイパイのオファーとかで来るかもしれない。タオパイパイ。待って、チャオズが良かった。チャオズが良かった。キンさんディータイム。ちゃんと分かるのね。分かりますよ。さあ、はい、続いて、星宮いちごさんの方に行きたいと思うんですけれども、ちょっとどんな感じでしょうか今。そうですね、あの、うん、心情的にめっちゃ緊張してますね。おお、緊張してますか。緊張してきました。してきました。そして、はい、お二人の歌を聴いて、うん、結果最初歌って踊ろうかと思ったんですけども、はいはいはい、やっぱりこの歌合戦ということで、うん、ここ歌唱力で勝負しようと思います。コーラ飲んどく。コーラ飲んどく。コーラは大丈夫です。大丈夫。たぶん、ゲップって言ってるのかな。ゲラップしちゃう、ゲラップしちゃう。うまいね。ゲラップ、ゲラップ、ゲラップ、ゲラップ。もうそのどこかの芸人さんのようにそれを我慢しながら歌わないといけないしまうんで。君も我慢。じゃあちょっと CM の方挟んで、星宮いちごさんに、はい、今日歌うのはオリジナルスターでよろしいですかね。あの歌唱力勝負ということで、はい、新チョコレート事件というものを、事件があったんですか、チョコの。そうですね、はい、これ事件ですね、今日は。事件は会議室で起きてないですか。事件は会議室で起きてますね。起きてるんだ。起きてるのね。こうスタテライトスタジオで起きてます。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと CM の方挟んでから行きましょうか、はい、聞いてください。78.0 FM Naha。 Your radio station Okinawa。いやー、ちょっとね、 CM の方の間もね、僕ら4人すごい仲が良すぎてね、ずっと喋ってましたね。グレーな話を。うん。どっちかというと黒っぽい感じですね。黒になっちゃった。もはやブラックかな。ブラック限りなココアに近い感じの。ココアにね、うん、コ
ココアだね。ココアにね。ココだ、ココだけにね。ココだけ。あ、そうですね。ココ。リアクションめっちゃ薄くなってすみません。いや、緊張なさってるんですか？うん、緊張してますね。ああ。はい。歌唱力勝負って言ったところで、うん、緊張をもっとしまして、うん、し始めてます、ね。あの自分でハードルをちょっと上げたのかな？そうですね。あの、うん、上げなくていいハードル上げてしまいました。いやでもそれでこそアイカツですよ。そうですね、これもアイカツですね。これもアイカツ、はい、これもアイカツ。じゃあ、はい、じゃあちょっと新チョコレート事件ですか。新チョコレート事件でお願いします、うん、じゃあ早速ね曲の方流すので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございました。イエーイ、素晴らしいですね。ありがとうございます。チョコが食べたくなりましたよ。いや、カステラ食べてた人が言う。いや、そんなバカな、そんなことないでしょ。カステラ、え、食べてないよ。おー、うん、動画リラックスしてもらえたんですね。そうそうそう、ここの歌を聞いて、うん、めっちゃリラックスしてもらえてカステラ食べちゃったって感じ、ね、ココさんを置かずにカステラ食べました。なんかちょっとエッチーな。グレーだよ。グレーですね。いいセンス、チョコチョコ、この曲聴きながらちゃんっていうメッセージがヒロピンさんから届いておりますね、うん、ありがとうございます。いや非常に素晴らしい、ですね、今素晴らしかったんですけど、はい、ビブラートが76点、はい、しゃくり80点、はい、声量が50点、はい、トータルで80点ですね。そうなんですね。普段カラオケ行って大体それぐらいの点数ですよ。いやでも点数が優勝と関わるかどうかはまた別です。あ、別なんですか。はい、点数じゃないですよ。あ、そうだったんですね。そう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 、点数イコール優勝ではないんで。そうなんですね。もうダブル優勝かと思ってました、ずっと。いや、点数ではないです。あくまでも点数っていうのは基準です。あ、基準、基準です。だから機械では、はい、捉えられないような数値をきっと出した方が優勝だという、はい、ということですね。おー、じゃあちょっとね、うん、CM の方を挟んでからこの3人の中から優勝者が決定、はい、いたしますんで、はいはい、それではね、楽しみにしてください。はい、じゃあ CM 行きたいと思います。イエイ、はい、78.0 FM Naha Your radio station Okinawa。さあ、ということで3名に、歌をね披露していただいたんです。歌を披露してもらったんですけれども、とりあえずまあ一言ずつ一旦感想聞こうかな。終わってみてどうでした？いやもう本当に、うん、今日に向けて約半年、そうだね、半年間頑張ってきたんですよね。調子を、まあ、上げに行ってて、はいはい、まあ、大体3ヶ月ぐらいの断食、ああもうそれぐらいの覚悟を決めてきたと、はい、それも含めてですね、もう本当にもう、はい、昨日まで38度6分熱ありましたけど、これは本当ですよね。これは本当です。ありましたけど今日がね無事、うん、まあ、無事と言っていいのかわからないんですけれども、まあ、はい、とりあえず歌えたからよかったかなと思います。はい、そしてきなこちゃん、はい、ちょっと何言う、カステラ食べてんの。あ、カステラの感想じゃないんですか。あ、すいません、ちょっと誤解してました。ですね、はい、感想としては、まあ、きなこの別の一面も見れたりだとか、ですね、あの、可愛いだけじゃないんだよとか、まあ、いろんな可能性をね、感じていただけたら嬉しいなと思います。なんかやらしいね。ココさんどうでした？あ、ココも意外な面を見てもらえたと思ってすごく期待してます。あれ、なんかおかしい。なんかコメントおかしいですね。いや、素晴らしいです。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、じゃあ本日の、優勝者、いや緊張、あの、発表する方も緊張しますね。
やもうそうですね。あーなんか胃が痛くなってきたな。来週発表していいですか。え、マジで。ってことは来週も出演ですか。違いますね、ゲストさん決まってるんでね。今日で決めないといけない。リスナーのみんなもね、もしかしたら誰が優勝かっていうのを当たるかもしれない。ツイッターでこっそりと発表っていうのでもいい。そう、事前にアンケートを取ってて、ココさんが、10% ぐらいだったのかな、あの 100% 中のね。で4でこ、きなこちゃんが 40% で奥間くんも 40% ぐらい。だから奥間くんかきなこちゃんかで、あの皆さんはちょっと予想があったんですよね、はいはい、まあでもあくまでも予想なので。あ、予想です、ね、うん、はい、で本日の優勝者はココ D さんです。マジっすか。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすごいココちゃんの優勝です。ありがとうございます。悔しいよ。これもアイカツだね。まあね、勝敗はあれね、チョコレート。チョコレートっていう僕キーワードが好きなので。あ、そうなんですか。そうそうそう、キーワード勝利で。キーワード勝利だから、ね、点数じゃなくても、はいはい、今日はもうチョコレートが、はいはい、っていうキーワードを出した方の優勝だです。あ、そうだったんだ。そうです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。選曲が良かった。選曲が良かったんですね。なので嬉しいですね。なんと、はい、優勝者の方はもちろんイベント告知もしてもらうんですけれども、ちょっとせっかくなんで電流ビリビリも食らってもらおうかな。優勝者の方に。そうですね、電流ビリビリ食らっちゃいますか。待って、何の話ですか、電流ビリビリ。そう、あのね、最近ちょっとなんか僕の中でバイブームがあって、この100円ショップの方でちょっと電流が流れるキーホルダーとかが売ってて、はいはい、ハイカラだ。そうそう、この電流をせっかくなんで優勝した方に僕は食らってほしいなと、うん、この優勝、この冷めやらぬ興奮の中ビリビリを食らったら多分もう一皮向けてさらにスターになるんじゃないかなと、うん、あ、そうですね、スターミア。そう、スターミアでしょ。スターミアになりますよね。だからまあ電流いっちゃいます。電流いっちゃいますか。挑戦します。これもアイカツです。これもアイカツ。じゃあ今から、ココさん、優勝者のココさんが、はい、電流ビリビリに、挑戦いたします。イエイ、はい、よいしょ。やりたかったな、チキショー。悔しいな。悔しいでしょ。やりたかった。非常に悔しいですね。うん、やりたかった。もう一回やりたかったって言ってみて。やりたかった。これ恋があると思うんですけど、はい、大丈夫です。大丈夫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 。じゃあココさん、あの、はい、カメラに向けて、はい、電流さっき、はい、なんか仕込んでたでしょ。え、電流の方、あのひよこの、ひよこ、はい、持ってるでしょ。渡さなかったっけ、ほら。え、何何それ。え、俺が持ってた。あ、本当ですか。卵に戻ってないですか。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。あ、え、まさかの。え、ちょっと今一瞬ユウたち繋いどいて。オッケーです。わかりました。育ちすぎて鶏になったとかそういうネタじゃないですよね。そうなのかもしれないですね。そうなのかもしれない。もうすでにちょっとトサカとかも生えちゃってきてる。やばい、待って、ビリビリ強そう。ね、うん、アクシデント、アクシデント。どっかに連れてかれてないですかね。え、電気ずっと放出してて移動したみたいな。怖い。あ、いました。ありました。ありました。じゃじゃーん。よかったよかった。電流ビリビリ。あと今47分なんで、あと8分あります。あ、わかりました。はい。じゃあ、あの、このひよこね、うん、画面に向けてツイキャスをご覧に、あ、焼き鳥になるかもとか来てるよ。大丈夫かな。じゃあ、なんか一言言ってからそのボタンを押してもらっていいですか。はい、これ光ると、そうそう、ひよこが、はい。流れてるっていうことになるんですね。ちゃんと照明をね。怖い怖いです。怖いよ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 。稲川淳二。怖いよ。じゃあいきます。挑戦します。お、押しました。あれ光ってる。押しますよ。え、待って待って待って。あれ、待って待って。押してますよね。押しますよ。ひよこ光ってますよね。電流流れてないですか。めっちゃ光。あ、一応なんかビリビリは。ちょっと来てます、ね、ちょっと来てる。ちょっと、ちょっと感じ、ビリビリはちょっと感じる。あ、そこまでじゃ弱いのかな。
電流が。いやあれなんじゃないですか、連波しすぎてて、うん、電気強くなってるみたいな。じゃあココさんではちょっと今リアクションがわからなかったので、はい、僕がやろうかな、はい、じゃあ、俺がやろうかな。いやいや、きなこがやろうかな。どうぞどうぞ、きなこさん。そっちかーい。さあ、きなこさんが、電流で、ちゃんと流れてるかどうかを、はい、このひよこちゃんはここがいいんですかね。じゃあ、ちょっと行きます。よいしょ、ダン。めっちゃやばいっす。めっちゃやばいっす。いや、これはやっぱ他にも試した方がいいと思うんですよ。きなこだけじゃちょっとあれかな。じゃあ俺がやろうかな。じゃあもう僕しかないっす、やるの。いや、きなこやる。どうぞどうぞ。いやいや、そんなんやだ、左に流します。いや、でも言うてもですよ。はいはい、言うても。そんな大したことないと思う。そんなね、イケボで。じゃあ、なんか一言言ってから。怖いな怖いなって。ある日、私が道を歩いていたら、後ろからビリビリビリ、ビリビリビリと電気の鳴るような音が聞こえました。振り向くと、そこにこのひよこがいたのです。私は恐る恐るこのボタンを両手で押してみました。オーマイガー。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ来るよこれ。英語だったね、思わず。オーマイガー出た。オーマイガー出ましたね。ココさんは電流、もしかしてルフィ。お、ルフィ。エネルの攻撃効かないタイプ。ないタイプかもしれないですね。もう一回押してもらっていいですか。あ、いいですよ。じゃあもう一回押します。はい。マジで、待って待って待って、これ意外に持たそうとした方がいけるのかな、うん、一瞬でビリビリが来るっていう感じでちゃんとわーってなっちゃうのかな。あの、僕今ビリビリ鳴ってるので、誰か僕を触ればビリビリになるかもしれない。あ、そう、同時やってみて。あ、感電ってこと。怖い怖い、同じ右手で、右手で通電するのか。手汗がすごいの、本当に。え、怖い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 。これいくよ。え、来ない来ない。え、絶縁体、本当に。え、来ない。これ恋的にちょっとあれですよね。え、来ない。これほんすごいね。え、完全に分解してますよね。うん、うん、すごい。これ我慢できるのやばいって言ってますよ。これ唯一、はい、エネルの天敵になれますね、うん、僕は。よかったね、倒せるよ、ね、今から空の国。今から今からスカイピアに、スカイピアスカイピアに行って冒険しましょう。冒険、はい。あ、これ僕もちょっとな、ね、本当かどうか。はい、僕サイヤ人なんで電流は通さないです、基本。はい。あ、おめ 100万パワーです、ね、100万パワーの激突、100億パワーの戦士たち。おめえは俺らに勝てねえ。ビリビリを食らわなくても分かる。やらなきゃならない時だってあるんだ。行くぜ。わあ。すげえ。何これ、めっちゃ食らうんですけど。やばいですよね、これ。やべえよ、おめえ何者だ。やっぱここはゴム人間なんですかね。ゴム人間、なんかいやらしいな。今日そっちに行っちゃうよ俺。さあ残り4分、うん、はい、2人ともなんか告知あるならパッと行きましょう。大丈夫ですか。はい、パッと行きましょう。はい、じゃあ奥間由一告知ございます。はい、2019年4月27日28日にある平成ありがとうライブというのがですね、沖江通り沿いにあるサウンズグッドさんで行われます。はい、このうちの27日、1日目にですね、奥間由一出演いたします。こちら、チャージ1000円にワンドリンクオーダー制になってますので、うん、ぜひぜひですね、お時間ある方いらしていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてはい、私なんですけども、なんかこの口だけで言うっていうお約束がすごく嫌なので、あの、私ツイッターやってるんですよ。アットマークきなのきなこって検索よろしくお願いします。以上です。はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして、はい、星宮いちごさん、はい、本日は優勝ということで、はい、どうでした。いや、まさか優勝できるとは思ってなかったですね。1億人の頂点、そうですね、ということになりますね。でも、はい、実は、ええ、
この宇宙は、はい、第7宇宙なんですよね、はい、第7全部で宇宙が12個あります、はいはい、もっとすごいやつだっていると思わないかい。もっとすごいやつが一人思い浮かびました。ペイトリーさん、はい、さあだからもしかしたら、はい、全12宇宙をかけて、はい、なんか今後やるかもよ。ああ歌の大会とかね。素晴らしい展開直動会ですね。すやりましょう、はい、コーラ一気飲み対決とかもね、うん、できたらいいかな。イベントの種類が変わっちゃってる気がするんだけど。ああココさんパネース、はい、絶縁体笑い。あそうですね、ゴム人間なんで。ちょっともう一回言ってもらっていいですか。ゴム人間って、はい、ゴム人間なので。もう一回ゴム人間なので。ああどうぞ、写真 OK ですよ、どんどん撮ってください。あのツイッターでつぶやいてください。マッキーのドッカンレディオです。イェイ。あユウかわいいね、ちっちゃい子。かわいい、2人ともかわいいです。兄弟ですか。兄弟ですか。さあ残り1分となりました。さあそれぞれ一人ずつね、本日はいかがでしたか。いや楽しかったです、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてはい、楽しかったです、皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。そして、皆さん本当に今日はありがとうございました。良い夜を過ごしください。最後っぽい、最後っぽいね。いやね、本日ねこのドッカンレディオ激歌うま選手権、今日もし見れなかったって方は YouTube の方でも後日配信いたしますので、一体動画では一体何が起こってたのかっていうのも分かると思うので、皆さんよかったらね見てください、よろしくお願いいたしま す。さあそして来週のゲストが日賀須さんかな、 お笑い芸人のね、皆さんよかったら聞いてください。バイバイ、バイバイ。